スペインの水汲み水車水汲み水車、またはノーリアは水を汲み上げる機械。汲み上げた水を溶水路に流して、灌溉に利用する、海水を汲み上げて塩田に引き込むなどの用途がある。海車式水車水汲み水車は動力源によって3種類に分けられる。最も一般的な水汲み水車は垂直に立てられた車輪に一連のバケツがくくりつけられたものである。 車輪を回転させることでバケツは水面下8メートルほどまで潜らせることができる。このような水汲水車でも最も原始的なものはロバヤギ、牛など蓄力を動力源とする。これら家畜を別の軸の周囲で回らせ、その回転力を歯車などで水車に伝達する。これによってバケツがぐるぐると回ることになる。第二の種類の水汲水車も 基本的には同じで、粘土、または木製のバケツを使っているが、蓄力ではなく、風力を動力源とする。風力で動く、水汲み水車は、スペインのカルタヘナ近辺に見られ、見ためは製粉用の風車と変わらない。第三の水汲み水車は、川の流水の力で駆動する。大型で幅の狭い海水式水車を使い、 その外周部分に水を入れるための容器をつけてある。その容器で水車の頂上付近にある小さな用水路まで水を汲み上げる。製粉などに使われた水車とは異なり、水汲み水車は水を汲み上げる以外の動力源には使われない。考え方は水撃ポンプに近く、こちらも流れる水の力を利用して川から水を汲み上げる。中には、 これら動力源を複数組み合わせた水汲水車もある。水汲水車は、その最高点より高く、水を持ち上げることはできない。現存する最大の水汲水車は、シリアのハマーにあるもので、直径が約20メートルある。シリアのオロンテス川にあるハマーの水汲水車インドの、紀元前350年頃の文献に見られる、キャコバーとかが、水汲水車だとする説もあるが、異論もある。 ルクレティウスの著作には川が車輪とバケツを回すというような記述がある。水汲み水車は中近東で紀元前200年頃から使われてきたと言われている。8世紀頃からイスラム世界で農耕が拡大するとともに水汲み水車がよく使われるようになり中世イスラム世界を通して広く使われた。このためイスラムの発明家や技術者が水汲み水車に 数々の改良を施していった。例えば、アンダルスのイブン・ベッサルは、動力源から水汲み水車に動力を伝達するのに、フライホイール機構を使う方式を発明した。アルジャザリは、水汲み水車やサーキアにクランクシャフトを導入し、完結性を最小化することで効率を最大化した。イスラム世界では、水汲み水車の汲み上げた水を用水路に放ち、 村落や畑まで水を供給していた。中世イスラム世界では直径20メートル級の水汲水車がいくつか使われていた。ハマーの水汲水車はその現存する例であり、今も実際に使われている。その水車には水を入れる箇所が120個あり、最大で1分間に95リットルの水を汲み上げることができる。中国では戦国時代の後期に 羽鶴べなどが広く使われていた。より複雑な設計の流骨車は、前漢代に発明され農業用に用いられた。宋の時代に農業生産が拡大し、同時に水汲水車の改良が行われた。10世紀にはこれらがさらに一般化していった。日本でも流骨車が使われていたが、踏み車という人力の水汲水車が江戸時代に考案され、単純で、 扱いやすいことからこれが主流となった。踏み車は昭和初期まで使われていた。ありがとうございます。